こんにちは。唇色な、やだ。最後なりたい。こんにちは。今日は、南原行って行こう。よろしくお願いします。2日間じゃない。いや、3日間ね、NMB48 のライブが昨日までやったんですけど。皆さん、ありがとうございました。足大丈夫ですか？皆さん、スタンディングやったけど大丈夫でした？全然大丈夫じゃないです。そりゃね、ずっと立ちっぱやったらしんどいよね。余裕？強いね。こんにちは。昨日よく寝れた。全然どうなんやろ、帰った瞬間寝落ちでしたね。こんにちは。腰にしてる、腰に来てる。自分もね、実は腰に来てるんですよ。自分もね、その疲れが腰と肩に来てて。そうなんです、腰に来てますね。そう、サマーパーティーの方では僕の打ち上げ花火させていただいて、で、次世代コンサートはスカートひらりをさせていただきましたね。そう、楽しかったね。私はでもそんな気づかんかったって言われて、そう、ダンスの先生とかもね、見てくださってたんですけど、あそこちょっと間違えてちょっと引きずりましたって、あ、分からんかったって言われました。なので、まあ、よかったです。野音にもね、出演させていただくことが決まって嬉しかったです。ありがとうございます。そう、かき氷の早食いもしましたね。あれ聞いて、そう、私の私のことを多分知ってくださっている方はすごい早食いなのをね、もうどこでも売ってるから分かると思うんですけど、でもガチガチやったんですよ、氷が。びっくりするぐらい、ほんまにびっくりするぐらい、何筒かな取れへんみたいな、筒かな取れへんみたいなね、レベルで硬くてびっくりした。そう、びっくりするぐらい硬かった。味薄いとか庶民関係なく、硬かった。ギュッてされてるって言ったら分かる、氷ギュッてされてるから、ほんまに砕いてましたね、ずっと。硬かったですね、氷。味薄いとか別に何でもいいんですよ、氷そのまま食べるタイプの人間なのでね、味なくても全然氷食べれるんですけど、硬くて固まってたから、もうそれだけでしたね、私が困ってたのは。全然氷自体そのまま食べれるタイプで、頭もキンってならないタイプすぎて、ほんまに多分ね、何でも食べれちゃったから、そう、どうにかして思んないじゃないですか、それだけやった。だから準備体操をしたんですけど、よくわかんないこと、よくわかんない空気にさせてしまって申し訳なかったですね。はい、って感じですね。そう、初めてライブの MC にいた気がする。3年目にして、多分じゃあ1回はあるんです。1回はでも8期全員みたいな、モノボケしてたし、してたのはあるけど、そう、あるんやけど、でもそれは全員やからね。影アナ緊張して、そんな緊張っていうわけじゃなかったんけど、普段さ読んでる文章と全然違う言葉しかなかったから、そう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 、だから
噛んじゃったよねっていうお話。昨日のライブの配信見て人もよろしい、やった嬉しい、ありがとう、イエーイそうなの、アミと、そう、でもアミその日あれじゃない、公演じゃない、そう、鍵穴もライブで初めてしたかも、嬉しかったね、うん、そう、あのね、そう、夜音の発表されたじゃないですか、メンバーで、その後私感想聞かれると思ってなくて超焦りしてたんですよ、ほんまに、え、やばい、当たってしもたみたいな、自分じゃなく、そう、別の子が当たると思ってたから、うん、うん、みたいな当たってしもたと思って、でもなんかそう、拙い日本語になっちゃったと思って、喋りながらね、考えながらやってたんですけど、そうでね、終わった後にそうスタッフさんに何あれみたいな、あんなハキハキ喋れんやったら普段からハキハキ喋りなよって言われてで、そんなあのハキハキ喋れてたつもりもなかったし、その普段からそんな、あ、ハキハキは喋ってないけどみたいな何、そう、そんなハキハキ喋ってたつもりはなかった、その時ごめんなさいと思ってそう、めっちゃ張り切ってるやんみたいな言われちゃって、そんなつもりはなかったねっていう、ちょっとそれびっくりした、なんかもっとね、あの、何言いたいこと何も伝わらへんかったとかやったら分かるんですよなんであんなハキハキ喋れてんのみたいな言われましたびっくりした、自分でも、そう、何言う、なんか言いたいこと分からんくなりすぎて、まとめたい、まとめようとか思ってたらね、ちょっと変なことなっつって、そしたらハキハキ喋りすぎちゃったそう、 M にさ、そう、 M でね、そう、 M 公演もあさってあるんですけど、私あの今週めちゃめちゃ公演にいるので、よかったら皆さん、今確か受付中のはずなので、一般、そう、受付中やからね、よかった、めっちゃいるからめっちゃいるから、自分公園に、そう、日火木金月おるからおるから、よかったら待ってます、そう、そう、おるんですよ、結構いるから、よかったらそう、そうなんでしたね、そう、え、ちゃんと言えてました、私あの発表された後のスピーチ、ハキハキは言えてたみたいですけど、内容です、内容言えてたんかな、わかんない、言えてた、どう、いつも、よかった、言えてたんや、よかった、よかった、もう分からへんそんなね、ハキハキ喋ってたって言われた、もうそれしか記憶になかったから、そう、よかった、そうって言ったら近重さんのそう使われたライブのケータリング、あ、昨日のなんかあんま食欲なくて、そう、ライブリハっていうか、ライブ期間中で、なくて、昨日の夜の公演が終わってから、その日初めてケータリング食べましたかな、食べて、でお弁当食べたんですよ、美味しかったね、でも多分あの何、時間が経ってたっていうのもあって、あの帰って寝てたら、あのお腹痛くなってきました最悪こんに
私はちょっとお腹弱々なんでね、その時ってもう悲しかった。そう、うん、そう、わかんない、痛んでた、なんかわかんない、お腹痛くなって起きましたね、とかですかね。腐ってはないと思うよ、たまたま、たまたま、なんかお腹めっちゃ弱いんですよ私、だから気をつけてはいたんですけど、そう、わからへん、傷んでんのかな。そう、でもね、わからへん、めっちゃ時間空いてたから、そのお弁当がね、だって午前中に来たやつを食べたから、常温で保存されてるところ、わからへん、それもある、久しぶりにね胃に食べ物入れたからびっくりしたっていうのも絶対あって、だってその日初食事がそれやったから、初食事がそれやったからっていうのもあるんですけど、あとゼリーは食べてたんですけど、ちょくちょく、あ、ちょっとでも食べやな倒れるでって言われたから、ちょっとゼリーは頑張って食べたんですけど、そうっていう周年のね、そう、日程も発表されました、ね、10月8日と9日と平日なんですけど、よかったら皆さんお待ちしてます。食欲ほんまになくて、そう、電波悪いかも、なんかちょっと悪い、2日間とも投げました、ありがとうございます、嬉しい、待ってます、こんにちは。そうなの、そんなのかな、エナジードリンク系の。そんなんかな、メンバーみんな良すぎていい感じに ED やってください。DD 大歓迎ですね。そう、カメラめっちゃ映ってた、マジ、いやいいね、なんかちょくちょっとミスっちゃったから、ちょっと恥ずかしい、髪の毛長いのが前に来てた。恥ずかしい、なんかね、あの思いっきし間違ったとこが一箇所あったから、ほんまに恥ずかしくて、そう、未だに恥ずかしいですよ、間違ったとこ映ると、悪いんですけど、自分が悪いんですけど間違えた。でも練習パパスは私2回目ですよ、やったの、難しいとか何も思ったことないかも、別に今回、そう、発展速度も3回目ですよ、ちょっとミスったけど。苦手なんです、法定速度で、なんか法定速度のリハーサルの前に、前日が M 公演やったから、 M 公演の時にどうやったらうまく見えますかねって言って、ミカナさんとレイさんにと若菜さんに聞いてましたね。髪色染めて色気出てきました、髪色ね、もう一回染め直したんです、最近、聞いてて、でね、そう、昨日ね見てくださってて、そんな先輩方が、でミカナさんとかレイさんがね見てくださってて、でよかったよって言ってくださって、全体的に、全体はね、その曲とかじゃなくて言ってくれたんですけど、あのちょっとここでは言わず言います。そう、電波悪いね、
電波悪いね、ちょくちょく止まってるわ。終わろうかな、そろそろ。三河さんから、三河さんに言われて嬉しかったこと、ここでは言わないです。青春ジャンプね、やっぱり緊張するんですよ。初披露、職員室の初披露も緊張したけど、なんか分からへんけど今回はそれ以上に緊張しちゃう。しゃあない初披露は緊張しますね、毎回。じゃあ終わろうかな、そろそろ。公演頑張っていきます。今日はね、いつもより早い17時開演なので、1、2、3、じゃあ1、2、3、はい、17時開演7やから、これ二進数で7やから17時開演なので、はい、皆さんよかったらお待ちしてます。指の二進数の数え方です。めっちゃ得意。1、2、3、ちょっと4見せれへんけど、4、5、6、7、8、9、10、11、あ、待って、中指でした、中指でした。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24みたいな、31まで片指で数えれるので、はい、おすすめです。じゃあね、あろうと思います。久しぶりにこの数え方した。17やったらいけるんか。じゃあ617時開演なので今日ははい、よかったな確かに17やっておりますした。ランキング読んで終わります。13ゆうきさん、ありがとうございます。12ナオキックさん、ありがとうございます。11てつみやさん、ありがとうございます。10位たーちゃん、ありがとうございます。9位ひなかこうじさん、ありがとうございます。8位おわりなき旅さん、ありがとうございます。7位ゆうさん、ありがとうございます。6位かるちゃん、ありがとうございます。5位ハートマトさん、ありがとうございます。じゃあナンバーイさん、ありがとうございます。じゃ終わります。ちょっと電波が途切れ途切れで申し訳ないですねごめん、今も止まってるんで、止まったりしてて申し訳ないんですけど、じゃあありがとうございました。